皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋さかこです。本日のテーマは、結果が180度変わってしまう思考の違いを理解する。できないをできるにする方法ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、例えばですね、皆さんがこう何かをやりたいというふうに思ったときに、まあ、そこがうまく最後までできるようになるかならないか っていうところはもちろんその人のスキルとかあとはそうですね状況とか、まあ、いろいろな問題はあるかもしれないんですけれども、えー、私が肌感覚で分かっているできる人とできない人の違いっていうのは思考だなというふうに思いましてね考え方かなと思っていて今日はあの結果がね180度 変わってしまうという思考の違いを理解していただいて今までできなかったことができるようになるというこちらをね皆さんに体得をしてもらいたいと思って今日の話題をお伝えしていきたいと思いますはいそれではですね本題に入りたいと思います、えー、結果が180度変わってしまう思考の違い、まあ、できないをできるにする方法なんですけど こちら結論から言うとですねできることが大前提で全ての計画を組んでいくということが結果が変わる一番の大きな要因です。はい、えー、これはですね、あのー、私自身が、えー、いろんな、ね、方から、まあ、いろんなところで私、お話しする時になぜ、高子さんは そうやって全部いろんなことができていくんですかっていう質問を受けたんですよ。で、その質問を受けて私が答えた答えがですね、できるという前提で全ての物事を取り組むからっていうのが私の答えだったんで、で、結局そこを皆さんが逆に考えて設計をするので、一番それがうまくいかないの大きな違いだなと。 いうにうに感じたんですよ実際に答えてみてみなのであの私の思考プロセスと、まあ、じゃあそれを実際にどう落とし込むのかということをお伝えするとうまくいく人が少しでも増えればいいじゃないですかそれをちょっとね今日はお話をしようかなと思ったんですでえっ、ー、と例えばなんですけれども あの何か自分がチャレンジしたいこととかあるとするじゃないですかでそれが新しいこととかうん自分がやったことがないこととかだったりすることがある,あること多いと思いますよやったことがないことチャレンジするってでその時に皆さんは、まあ、どう考えるのかという世界なんですけどね。 一番多いのが、やったことがないから,、まあいね、いから不安ですとかうまくいくかどうかわからないからそもそもやるかどうかを考えてしまうとかね大体そのあたりが多いのかなやらないようなケースの場合にはであの私の場合には。 えっと、やりたいこと、例えばチャレンジしようと思ったことっていうのは、まあ、単純に、やりたいか、やりたくないかなんですけどね。まずね。自分の気持ちです。できる、できないを選択基準にしていなくって、やりたいか、やりたくないかなんですよ。で、まずですね、やりたいと決まれば、あとはやるだけなので、 やりたいと私が決めたらできるかできないかは関係なくってやりたいからやるんです。はい。わ <laughs> かりますかで、やると決めた時に当たり前なんですがやったことがないものはどれぐらいでできるのかとかどういうふうにできるのかなんて未知の世界なんですよ。当たり前ですけどね。だってわからないし知らないから。 でやりたいことをやると決めて動くと自分の周りの世界が動き始めます。結果何何がが足りななくて何が必要なのかっていう必要なパーツが見えてくるんですよねであとはそのパーツを、まあ、お金がかかるものなら予算内で一個一個どうやってクリアするのか時間がかかるものならその時間を どうやって一個一個クリアするのかそして到達したい地点へどのように行けるかっていうパーツを潰していけばいいわけですよねそれが見えたらだから私の場合には基本まず、まあ、よく皆さんに言ってるんですけれども人間にできることは私にもできるという前提でまず動くっていうのが第一なんですよねで第二に あの私にできるという前提なんだけれどもどれぐらいできるかどうかはやってみないとわからないのででできるという前提ままずやってみますでそうするとやってみた時にできると想像している自分の姿と実際にできていない自分のギャップに気づくんですよね。でそのギャップに気づくからギャップを埋めるためにどうしたらいいのかっていう方法を探します。 それが先生をつけることなのか、メンターをつけることなのか、何か学校に学びに行くのことなのか、わからないです。多分この方法ならうまくいくんじゃないかという仮説を立てます。そしてそれをやってみる。そしてまたできないが見える。やってみる。できないが見える。で、そのできないがだんだんできるに変わっていくんですよね。でそうすると結果として、 でききることになっていきます最終的にそして私はできなかったものが全部できるようになっていったのは基本この思考で全て動いてるからですこれ理解してほしいのが私がすごいんじゃなくて、えー、努力を多分諦めないで人よりも継続できるということが全ての結果を いいように、男しは自分が望むようにうゲットしているという事情になってるんじゃないかなと思ったんですよ。どうしてって人に聞かれた時にできるという前提で動いているからでここで理解してほしいのが必ずしも 1, 年単位で全てのこうなったらいいなというものが25年越しでかなったものとか 25年越しで叶ったものがあります。はい。だから結局それを忘れないで思ってるかどうかっていうのも大事で結構皆さん忘れてます。はい。あの昔に思い描いた夢とかですね。それを強く願う。で忘れるぐらいだったら目も描くとかしてよく見るようにする。まあそれによって脳に何回もそのすり込みが入りますよね。 そうすると忘れないようになっているとアンテナがちゃんと立ちます。そして必要な人が必要な情報を運んできてくれるので、あとはそれをタイミングよくゲットしながら実践していく。それだけでできないができるに大体なっていきます。はい。あの、なので結構秘訣って地味なんですよ。<laughs> やってるだけだから。ただ人ができていて、 人ができなくって私ができてる理由は何だってもしも聞かれたらできる前提で動いてるからだからできるまで諦めないでずっとやり続けてるから結果できるようになっているで天井があるようなスキルっていうのはありますよだけど天井がないタイプのスキルは永遠にそれが終わらないんです終わらないけれどもそれを私別に あのチャレンジすることとか自分が成長し続けることを楽しんでるので、まあ、逆にそういうのって終わりが来たら残念じゃないですか知識の終わりとかねあの限界値がだから芸術の領域ってそれが終わらないからすごく楽しいなあと思ってますね誰がどういう評価するなんて芸術の領域なんて終わりがないじゃないですか。私写真も撮りますし サックス演奏もやりますけど音楽とそういった絵,絵画とか芸術の領域って自分が満足したらもちろん終わるんですけれども満足しなければ一生ずっとやり続けることできるじゃないですかだからそこに必要になってくるのは継続ななだけなんですよねじゃあなぜ皆さんがなかなか夢が叶いにくいのかっていうとまずチャレンジしてない。 ですよね。まず。<laughs> 思うだけで、なんかなったらいいなっていう、その領域だと無理ですよね。動かないと現実は変わらないので。で、その時に心配事っていらないって思っていて、あの、できるかできないかなんてやってみないと分かんないんだから、できる前提で動くしかないんですよ。ただ、できる時系列は人によって3年とか5年かかるかもしれません。 それは努力の度合いとあとその人がもともと持っているフィジカル的なスキルもあるかもしれませんしっていうその凸凹感はねありますけれどもうんやりたいと思ったことはやればいいしできない前提なんて考えなくてよくってトライしてみて課題が見つかったら潰すだけっていうその考え方になるだけで大概のことすべてできるようになります。 であの今のね話は概論なんで、あのー、分かりにくいかもしれないので私の実例でいろんなことを私できないことができるようになってきてるんですが、まあ、最近の部分で言うとやっぱ分かりやすいのはサックスの演奏なんですよ。と音楽経験がありません、えー、49歳までねで音符読めません楽天分かりません リズムも勉強したことはありませんだけど歌謡曲は知ってるし何度も聴いてるから歌は口ずさめます。ということでその指がどれ身のどれに当たるかっていうのをサックスの本体にそれと頭が連動すれば曲が「ミという曲なら指の「ミを押さえれば「ミという音が出るので「そ」という音を押さえれば ソという音が出るので <laughs> それで曲にあのすぐに見た瞬間に音符が分かんなくても下からドレミって順番に数えれば「ソ」とか「で隣が1個下がってるから「ファ」だとかそういうのは振り仮名全部振ってしまえばいけるじゃないですか。で振り仮名を振ってでそれに合わせた指でもともと知ってる曲ならリズムを合わせて。 吹いてみる。だから楽譜見てないですよね。強いて言えばカタカナで吹いてるっていう感じになってる。で、これが私のスタートなんですよ。できるようになった。もちろん吹くのも音が出すっていうところも大変っていうのは最初の1ヶ月とかいろいろやってますよ。やってるけれども曲を仕上げていくというところで 正しい仕分け方にこだわる人って楽譜が読めないと曲が吹けないと思っちゃうわけですよ。だけどそんなのなくたって指が押さえてる指が音として合ってれば人から聞いた時に曲として成り立つのでだったらそれでいいじゃないかって私は思うんですよ。じゃあなんでそんなちょっとあの本当のね順序とかを飛ばした考え方ができるのかって言ったら ででできるるといいう前提で組み上げていってっからですその曲を私弾くんだいつまでにってまあ私の場合には出版記念ライブっていうのがあったんでその時までに吹けないと困るから曲として破綻しなければそれでいいっていうやり方をしましたもともとねだから目的が先なんですよライブで曲をみんなに披露するだから 基礎練習ができてるかとか、全音階ができるかとか、リズムが正しく取れてるかとか、楽譜が読めるかとか、あんま関係なくて、皆さんに曲として成り立ったものをただ聴かせるっていうのが目的だったんですよね、当初。それはクリアしたんですよで。その後、結局、もっと音を磨きたいとか、もっとちゃんと あの自分のね、思いが伝わるような吹き方をしたいとか、音をもっと、うん、重厚感がある、厚みのある音にするにはどうしたらいいのかとか、だんだん欲が出てくるようになったら、つどつど練習方法をサックスの先生に聞いてですね、で、トライアンドエラーの繰り返しです。で、自分が期日までにやりたいところに、自分の練習量が追いつかないっていうふうに見えたら、 その期限をずらすのか、練習量を増やして期限に回すのかっていう、そこになりますよね。私の場合には練習量を増やす人でした。はい。なので、結果としては、それができていますけどね。じゃあ、さらに余談を言うと、それをやるために、時間がかかるわけじゃないですか。そうすると、仕事の時間が減るんですよ。 仕事は大事です。大事なんだけれども、そういうこう、ちょっとプロジェクト的に短い時間で何かを仕上げたいっていう時には、仕事の効率化を図らなくてはいけないので、でその段において、結局効率化を図る同じ時間を働いても、えーあで、少ない時間になっても、前多かった時間と同じ収入をキープしたかったら、講座の単価を上げるしかないですよね。それも、 あの私の別にその元々のわがままな理由だけではなくて、ちゃんと内容もブラッシュアップして、喜んでもらえる内容に改変をした上で、リリースをして、収入を上げて、そして時間を圧縮した分で練習の時間を増やすとか、っていうことをやるので、目的に対してどういう手段ができるのかっていうのは常に考えています。考えてるんだけれども、これはできないかも。 っていうことから組んでしまうと何もできないのでできるしやるという前提で物事を組んでいくから全て結果がうまくいくんですよねでこの段においてじゃあ全て結果がうまくいくってことはそれだけの情熱を注ぐんですよということは最初に言ったできるのかできないのかっていうここが一番 じゃなくて、やりたいのか、やりたくないのかっていうパッションなんですよ。で、私はやりたいって決めたことは絶対にできるって信じてるので、やりたい、なりたい職業も全部なってきました。旅行会社、ツアーコンみたいにやりたいって言ったらちゃんと就職することができて。できてっていうか、ちゃんとそれはできるように就職試験受けるんですよ、ちゃんと。で、建築をやりたい。 インテリアコーディネーターになりたいって言ったら全然畑違いの業界違いだからどういうふうになれるのかっていうのを勉強し始めてでたまたまその家庭でセミナーに出たりしたりしたらその設計事務所で、えー、そういうのを図面を描くのを教えてる講座があるよと言われあじゃあそれをやってみようって思ってでそこからインテリアコーディネーターってどういう仕事なのかっていうのを1年間ぐらい 普通に会社勤めながら学んでいる中で、えー、その社長の知り合いの人がた、ま、たまたま今度インテリアコーディネーター欲しがっている工務店さんがあるけど行きますかっていうご縁がつながったので、その後インテリアコーディネーターになってます。で、あとまあ別に営業職はもともと得意だったんで、ブランイダルのバンケットのプロデューサーとか、パンを小ネキを売るパン小ネキの会社の営業部長とか、なんかいろんなことをやってますけれども、 基本、やってみたいということを全部やっているのであの辞めるときには私、お客様が好きなので役職が上がってしまうと辞めてしまうんですよ。<laughs> お客様じゃなくて社内のために動くっていうのが私の性に合わなくてですねあの数字を詰めて内部の人の調整とか管理とかが向いてる人はねすごくいいんですよ、多分 私自分が管理されるのも嫌いなのに人を管理するっていうのがいやそういう立場じゃないしなっていう,ふうに思っていてだから、あのー、役職が上がって給料が上がるとやめる感じですね、はい。で、他の会社行ってもでも、そこをベースにスタートして転職をするので毎回、転職するたびにお給料は上がっていったし やりたいことはやってってるので、まあ、そこも私の会社員人生的には別に満足できてるんですよでここはまた一つポイントで私なりたい職業って決めればなれるって決めてるので、うん、旅行やりたいったら旅行会社にちゃんと入れるしインテリアコーディネーターやりたいって言えば建築業できるんですよだけれどもちゃんとそこに行けるようにめちゃくちゃ勉強はしてます 旅行会社に行きたいって言って旅行の専門学校行ってるんですよ、2年間。で、旅行の、海外旅行のね、主任者、一般旅行業、国内旅行業、予定管理者、あとは英検なんとかとか、いろいろ、いろいろですね、旅行にとってナイスな資格を取りまくっているんですよ、2年間で。8種類ぐらい。そうすると、旅行会社とかだって、一応勉強もしてるしっていうことで、うん、何も勉強してきてない人よりは、 採用確率が上が上るじゃないですかだからできると信じて動くためにそのできることの確率ですね結果が手に入る確率を自分で上げれるところは上げてるんですよ努力によってだからそのそもそもどうなのかって諦めてる躊躇してる時間があったらですね確率を上げるために行動してしまった方がよほど早くって 行動するとギャップが見えるのでそのギャップに対して埋めてくれる手段が自分の頭で追いつかなかったら誰かに相談するコンサルタントをつけるとかっていうことで解消していく要はすでに知恵とその解決するルートを知ってる人に相談するのが一番早いですよやっぱりだから結果として私は一種類のあサックスのね先生だと いつでも聞きたい時に聞けないリアルの先生。オンラインの先生はいつでも聞けるんだけれども、リアルでは会ってくる、会って教えてくれないって言って。私はリアルで会っていて、いつでも聞きたい人だったんですよ。だから2人の先生と、まあ、契約というか、あの個人レッスンね、お願いしていて。だから普通に習うより倍以上お金かかってます。 だけれどもそれは私がやりたいことで習いたいことで必要なことでその2人の先生が好きだから両方ともお願いしたいと思ってやっているという感じなんですよなのでまずどういう自分になりたいのかって言ったら、えー、やりたいやりたくないのやりたいパッションが強かったら次に考えるのはできるという前提で全ての行動計画を組んでいくでやってみるできないと分かったら埋める ただそれだけです。だからそこに必要なものは諦めない気持ちと継続するということ。これだけあれば基本ー100%できるんですよ。はい。だけどそこに必要なのが自分が本当にそれをやりたいかどうかなんですよね。そこだと思います。だからあの例えばアスリート的なね、じゃあ私が大リーグの野球の選手になりたいです。 今思ったらできると思う前提で動けっていうふうに私言ったけどそれ別に私やりたいことじゃないんですよ別に。だけれどもそれができるという前提で動くのかできないかもしれないということでどうしようっていう考える前提で動くのかで。 180度結果が変わるので、その思考の違いを今日ね、お伝えしたっていう、そんな感じです。はい。ということで、まとめに入っていきたいと思います。結果が180度変わってしまう思考の違いを理解する。できないをできるにする方法。できないをできるにする、えー、秘訣は、 できるという前提で全ての行動計画を組むこともこれにつきますね。はい。できると思うから動けるんですよ。はい。それが、え信、ー、とかいうレベルの問題じゃなくて、どれぐらいのレベルであってもできると思って動く人はやっぱりできるんですよ。だからその動くための原動力は情熱です。 だから、情熱があることは、一回ね、やりたいと思ったことは絶対にやり遂げるんだっていうのを一個できるようになると、全てができるようになるんだっていうのも多分理解できるようになると思うので、はい、そんな気持ちで、ぜひトライしていただければと思います。それでは。